よう。よう。何の夢見てた？寝言言ってた。いつもの歯ぎしりしてたから。外行ってたの？準備しろ。見せたいものが。何？いいから。来いよ。こっちだ。寒。日が昇ってからにした方がいいんじゃないの？その方が暖かいし。ダメだ。待てない。何なのか教えてよ。どうしても見せたくって。そもそもなんで一人っきりで外にいたわけ？眠れなくてさ。あんたも？南に行けば行くほど平和って感じだよな。ねえ、このままメキシコまで行っちゃわない？考えたことはある。マニーの地元でしょ。ああ、でもあいつ絶対あることないこと言ってそう。そうだろうね。暗い中ここまで来たの？ああ、ほら来いよ。こんなことしてたら今日の移動でバテちゃうよ。すぐ着くからさ。メルは平気なの？ここ最近元気なさそうだけど。平気だよ。どうしたの？なんか変だよ。俺はいつもと同じ。メルと別れるとか？あ、まさか。ありえない。うわ、のろけは勘弁。やめて。ほっぶの。はいはい、あんたは身軽だね。知ってる。ちょっと嘘。大丈夫。高すぎ。ほら。やば。おい、こっち見ろ。アビ、下見るなって。オーウェン、戻る時もここ通るの？恐怖を克服するチャンスって思えばいいだろ。あんたのこと蹴り上げてやりたい気分。お前、凶暴すぎ。ここ到着。待ってよ、あれって町？ああ。誰かに話した？まずお前に見せたくて。武装した見張りが町から移動してた。あそこに他にも拠点があるし、電気も通ってる。銃もあるし、人も多い。どうにかする。そうか。奴がいるとしてどうする気だ？例えば巡回してる奴から場所を聞き出して、あいつをおびき出してみるとか。ああ、そうか。当然あっさり教えてくれるだろうな。任せればいい。冗談だよな。じゃあどうすんの？ねえ、なんか変だよ。メルに子供が。ああ、そっか。それだけじゃないんだ。じゃあお祝いだね。これを見たらみんな帰りたがるぞ。
できるよ。でしょ？信じた私がバカだった。アビー、俺だってやりたいよ。でも死人は出せない。な。やめて。ロッジで待ってる。しなきゃ。これ絶対まずいってば。嘘でしょ。
じゃあね。こっち。ついてくよ。より戻さないの？ジェシーと？まさか。長い付き合いでしょ？ジェシーはいい人だし、ご両親も好きだよ。これからもずっと仲良くしたいけど、マンネリ化しちゃってたし。なんで今までこういう話しなかったの？そうね、でも自分だってキャットの話したことないでしょ。だって話すことなんかないし。きっと彼女のことあんまり好きじゃなさそうだったし。単に興味なかっただけ。あ、そう。彼女アートの才能はあるんじゃない？そのタトゥーも結構気に入ってるよ。でもお似合いじゃなかった。なるほど。何？別に。ヒラリー繋いで。ねえ、いいもの見せてあげよっか。自分の顔って言いたいの？私の美貌にかなうものはないでしょ。はいはい、ほら行くよ。どう？この景色悪くないね。このルートの特権。署名しないの？来て。バカ。誰とこのルート回ってたの？ジェシー？友人。へえ、友人とね。面白いやつだったよね。そうそう、あの人に配線の直し方とか教わったんだ。私もあんな73歳になりたいな。73まで生きられるならね。こっちだよ。
して。ここ何なの？ああ、電波塔だったみたい。感染者もいなさそうだし、感染してない人もいなさそう。吹雪いてる、この少し先。これでよしっと。来て。この先の町が終点。ほら。あれが町かな。大きい塔があるとこ。そこが次の監視所。な、スキーロッジあった。トミーとジョエルのルートか。うん、そうだね。馬のところに戻ろう。もしかして昨日も同じ服着てなかった？汚れてないから。行こう。死ぬなら友人みたいに死にたい。脳卒中で？違う。ほら、老衰で長生きするの。エリーが？ありえない。無鉄砲すぎて無理。それ自分のこと？は？エリーは絶対雪の中でスニーカー履いてローションにかかって死ぬね。今日はブーツ履いてるし。家調べた方がいいかな。平気そうだけど買えるものはありそうだし、調べてみる？ここってどんなとこなの？よくある無人の町ってとこ。感染者はここまで来ないんだよね。外周で見つけて倒しちゃうし。今夜の予定は？ああ、今夜はジョエルと一緒に映画でも見ようかなって。うん、仲直りしたんだ。うん。ジョエルと何の映画見るの？お気に入りは？ああ、カーティス&バイパーズ。私も前から気になってたんだよね。ねえ、そっか。80年代のくったらないアクション映画。ジョエルがハマってて。うわ、私も結構好きだよ。ディーナは夜何するの？何人かでこっそり抜け出して、そりする。楽しそうだね。うん、その後会わない？ああ、そうだね。じゃあギター弾いてあげる。オッケー。それってどんな話の映画なの？2人の特殊部隊員が悪い奴らをぶっ潰す話。確か2ではロシアのスパイと戦うんだっけな。思ったよりその映画興味あるかも。最悪、
気温が下がった。どうどう、落ち着いて。やっぱ、何なのこれ。うわ、くそ、感染者にやられたんだ。ヘラジカって何匹いたら殺せる？一匹じゃない。どこに隠れてんだろう。見つけてやろう。一緒にいた時、確かリンこっち、またいた。建物の周り見てみよう。入り口あるはず。エリ、手伝って。上見てくる。登って。ねえ、屋上に穴開いてるよ。ほら。ありがとう。ほら。本当だ。入る方法を探そう。こっち。エリ、噛まれてない？かすり傷。死ぬなら感染じゃなくて寿命で死んだよ。その顔打つ羽目にはなりたくないって。分かった。よろしく。
ったよ。やったね。屋上に行けそう？どうだろう。こっち。私も。ねえ、アルコール発見。布も見つけた。ほら、これで手当てして。帽子が飛んでるね。マスクつけて。オッケー。分かってる。その顔打つ雨になるのは嫌だからね。うわ、優しい。帽子飛ぶほどずっとここにいたんだ。感染進んでるやつに気をつけて。ここもスーパーの一部？そうね。スーパーの上じゃない。ねえ、1階に降りよっか。他の場所にもいないか確かめてこう。そしたらとっとと脱出だよ。それ私のセリフ。ディーナ、手伝って。今行く。プレゼント欲しい。ちょうだい。エリ、あげる。ありがとう。気をつけてよ。はいはい。
動いてるやついる？ゼロ。私たち何気にすごいかも。開かない。そっか、それじゃあこうしよう。私を屋根の穴めがけて投げ飛ばして。はいはい。ケーブル。オッケー。よし、これ使えそう。行け。やったね。よし、できそう。行くよ。通りがかって入るのが初めて。
ここなんなの？これユージーンのだよね。うん？絶対ユージーンの隠れ家。ファイアフライだったの？トミーの同僚。知らなかった。うん、かなりヤバいこともしたってさ。例えばデンバーの隔離地域で検問所爆破したって。兵士が3人死んだ。2人の市民もね。ひどすぎ。それだけじゃなくて、トミーと一緒に政府のお偉いさんを時間かけて拷問したって。トミーがそんなことするとは思えないな。トミーならあり得る。どういう意味？ジョエルと生き抜くためにいろんなことしてきたし。うわ、びっくり。トミーとユージーンだ。電気に。ねえ、ジェネレーターあったよ。これでよし。すっごい。友人ってばいい作業台持ってる。これで銃を改造できるんじゃない？床見て。下にもまだ何かある。降りられそう？ダメ。お願い。下に何隠したんだろう。絶対アダルト系だから秘密にしてたんでしょ。それなら別にいいんだけど、いつも寂しそうだったし。ちょっと待ってよ、これって葉っぱ？もう枯れちゃってるみたいだけど。ビデオテープ。うん。ドーン・オブ・ザ・エロス。ムラッド・パンツで行く。これってポルノ。友人いい趣味してる。お？おっと、やったね。まだ吸えるかな。消費期限あるっけ？うん、試してみる。私やろっか。平気。まあもう貸して。どうぞ、開けられるもんならね。何これ、買ったでしょ。もういい。ちょっとディーナ、何なの今の。ちゃんと開いたでしょ。匂いは平気。どうせしばらく出られないんでしょ。出られないね。
ねえ、質問してもいい？どうせするんでしょ？10段階評価で1がね、ありえないくらいダメなレベル、10は人生が変わるくらいなら、夕べのキスにエリーだったら何点つける？またその話蒸し返すの？後悔してるんでしょ？私が？どういうつもり？キスの評価を知りたいだけ。わかんない。私は6点。6点？人平均より上でしょ？あ、そう。周りに人たくさんいたし。そうだけど6ね。何？不満？だったらいくつだと思ってるの？言いたくない。ほんと可愛げない。こっちのセリフ。外は吹雪なのに出てっちゃってもいいの？ティーナの好きにすれば。今度こそ6点以上出してよね。